マスターが言ってたガレージってここか？何か用？え？どこから？ここだよ。あ？どう？お客さん？車の整備ですか？あ、いや、そうじゃなくてバットの整備なんだけど。バット？あのね、うちはバット屋じゃないんだけど。いや、それは分かってるんだけどよ。なら帰ってくれる？いや、でもリボルバーのマスターに紹介されてさ、何でも手入れできるすげえ人がいるって。それを早く言ってよ。無駄な嘘つかせないで。お、じゃあやってくれるのか？うちはマスターから紹介された案件しかやらないんだ。逆にマスターの紹介なら誰でもやる。ジュリっていう。俺は春日、春日一番だ。よろしくね。で、手入れするのはそのバット？おう。おじさん、いい年なのにこういうバット持ってんだ。なかなか香ばしいね。すみません、できそうかな？いつも銃や刀をいじってるんだ。バットくらい余裕だよ。なめないで。さあ、さっさとやろう。どうしたいか言ってみて。ご要望は？ここをこうして。なかなかいい感じ。あとちょっと、これで仕上げ。よし。すげえ、同じバットじゃねえみてえだ。傷の修復だけじゃつまらないから、いろいろいじらせてもらった。振り心地も殺傷力も上がっているはず。どう？感触は？最高だぜ。すげえ握りやすくなったし、持ってるだけで前より数段強くなった気がしてくる。あんたすげえんだな。マスターが最高の腕って言ってたのは本当なんだな。私なんてまだまだだよ。マスターの足元にも及ばない。え？なんか言ったか？いや、気にしないで。おい、姉ちゃん。先客がいるんだ。帰ってくれる？あんたに俺の武器手入れしてもらえるまでは帰れないな。私は車の整備が仕事だって言ってるでしょ。武器の手入れはしてない。いい加減その嘘やめろよ。もうネタは上がってんだよ。仮に武器の整備をしていたとしても、あんたみたいな霊知らずの武器の整備をする気はない。帰ってよ。このクソガキ、大人をなめるなよ。さっさとやれって言ってるんだよ。おいおい、ちょっと待ってくれよ。なんだお前は？先客だよ、車整備のな。順番は守ってくれねえと困っちまうんだが。状況わかってるのか？わかったよ。確かに横入りはいけねえな。ならお前を殺せば横入りにはならねえよな。なるほど、合理的だ。やってみるか？おう、ぶっ殺してやる。相手を考えるのかかってきやがれ。強すぎる。もう二度とこの店に近づくんじゃねえ。いいな？ね、二度としません。すみませんでした。
大丈夫か？ああ、私は平気。たまに来るんだよ、どっかから噂聞きつけてきたああいうやつが。まあいつもは自力で追い返すんだけど、おじさんがやってくれて楽できたよ。ありがとね。の、ああ、確かにその腕前だったら依頼したくなる連中も多いだろうな。まあね、でも私はマスターからの紹介以外はやらないって決めてるから。へえ、マスターと関係は長いのか？そんな長くはないけど、まあいろいろあってね、ここもマスターから間借りしてるんだ。実質店のオーナーみたいなもんかな。そうなのか。リボルバーだけじゃなくて手広くやってんだな、あのマスター。さっきも言ったように、武器の手入れは表立ってやってないんだ。口外しないように頼むよ。まあ口外するようなやつをマスターは紹介してこないから大丈夫だとは思うけど。おう、もちろんさ。また来てもいいか？ああ、今日は助けてもらったし、サービスでいい。でも今度からお金も払ってもらうし、手入れに必要な素材も自分で持ってきてもらう。それでよければ来ていいよ。あと私と同じような修理屋がアナコンダセンターの方にもいる。そっちも使ってくれて構わない。連絡しとく。了解、ありがとよ。これからもよろしくな、ジュリちゃん。ジュリちゃん。なんだ、おかしいか？いや、そんな可愛い呼び方されたことないから、なんだかむずがゆいな。そうか、すまん、嫌だったら帰るけど。いや、まあいいよ、それで。よし、ジュリちゃんで決まりだ。陽気な人だな、テンション狂うよ。